楽しみです。はい、ということで今回ですね、今ね、幕張の家に来ているんですが幕張にはね、イングフォースっていう洋服のね、ブランドのお店があるので、今回そこに行ってね、行ってきたいと思います。幕張しかね、ないんだよね、店舗は。イングフォースはね、千葉県で幕張しかないんですよ。珍しいのでね、みんなとも被らないし、好きなんだよね、しほちゃんね。タイプとタイプなんです。タイプとタイプなので、今回はイングファーストさんに行きたいと思います。はーい、え、すごいちなみに今日はね、学校が終わって後、そう、今日は終業式だね。今日から夏、明日から夏休みか。イエーイ、イエーイ今日はイオンでお買い物です。はい、寝ましたじゃあ行こう。隣にはアルジーがあります。うん、行きましょう。かわいい、うん、はい、ということで買ってきました。はい、イングファースト、みんなね、本当にかわいいのがありすぎて、そう、最高だった。最高だった。夢の続きを。目が輝いてたね。やっぱ好きだね、ここね。なんでないんだろうね、あんまりね。ね、すごいね、不思議に思っちゃう。こんなに可愛いのいっぱいあるのに、なんで原宿とかにないんだろう。竹下通りのあそこに。あー、そうね。はい、じゃあね、一応ね、何を買ったかはまた動画で、というかこの後紹介します。はい、じゃあお家にいるしほちゃんに会いに行きましょう。お家にいるしほに会いに行きましょう。はい、ジャンプする。うん、いきます、せーの。カバン、カバン落ちましたけど、これはつかない、これはつかないの。大丈夫です、これはつかない。切れちゃったんじゃない。さ、この前も切れた。あ、そっかそっか、リングに直した。え、じゃあもういいのね、落ちがありましたはい、ということでね、帰ってきたということでね、早速ね、買ってきたものを紹介していきたいと思います。このね、イングファーストはね、本当にシンプルでね、私の好きなものがたくさんあるの。ドタイプだったのでね、すごい選ぶのに時間がかかりましたね。30分、1時間ぐらいだった。そうだっけ、結構かかったよね。かかった。30分か1時間。ずいぶん差があるね。ということで紹介していきます。はい、はい、ということでね、早速出していきたいと思います。ららということで、ね、私が買ったのはね、私たちが買ったのはね、3種類買いました。全部上トップスですね。並べるとこんな感じで、本当にしほちゃんの好みっぽい。そうなんです、みんな私の好みなんですよ。本当にシンプルでしょ。みんなここにあるの、文字がそれシンプルっていうの、うん、そう、だってこれしかないもんシンプルです。シンプルイズベスト。今回は上だね、トップスだけ、ね、トップスだけ買いました。多めにね、ウエストはね、あのね、もう結構あるんですよね。うん、他の数は結構あるもんね。あ、何でもあるんだよ、うん、はい、できて、ね、早速1着目から紹介していきます。まず1着目はね、なんか私があんまり選ばなそうなノースリーブですね。夏っぽいでしょ。でね、あのここに文字が、はい、書いてて、裏にはね、なんかリボンがついててね、すごい可愛いですよ。で、これだけ、シンプルです。本当に大好き、こういうの大好き、本当にこういうね、シンプルなのがね、好きでね、買いました今ちょうどね、セール、サマーセール中で、それも1000円引きぐらいだったかな。1900円が1000円ぐらい安くなった、ね、これお揃いです。今全部お風呂次いきます。次はね、こちらのね、肩出しです。こちらはね、こちらは本当にこの文字だけみたいな、可愛いんですよ、これ。
の好きな青でね、あのね、来てくれるということで来たいと思います、はい、妹リミはね、肩出しが苦手で、なんでだろう、わかんないが苦手で、あんま来てくれないんですけどね。これはちゃんと OK をいただいてます。 OK いただきましたね。ノースリーブも心配だったんだけど、OK いただきましたんで最後ですね、こちらです。こちらもまだ可愛いでしょ。ほら、全部見て似たようなものでしょ。なんかさ、長袖でもそういう連に似たデザインだったよね。そうそう、首元がね、なんかこんな感じになってて、ちぎれてる、ちぎれてるやつ。それすごいすごい可愛いんですよ。ちぎれてなければ綺麗。あ、さっきの青のお値段言ってなかった。こちらのね、トップスの方も同じく1900円です。2900円が1900円。はい、で、こちらもちなみに1900円です。もう2900円が1900円。そうなんです可愛いでしょ。ね、私もね、タイプいっぱいあるんですよ、タイプが。ここの店ドタイプでね、よく好きなんですよ、ここあー、早く着たいな、楽しみすぎる、本当に着るのが。じゃあ、なんか一個着てみたら。みんな着たかったね。じゃあ、みんな着てみる。みんな着る。はい、ということでね、今からこの服たちを着ていきたいと思います。はい、はい大丈夫楽しみすぎる、本当に。どれから着よう。今全部着れるんだ、うん、私右利きだからあえて左から着ます。一着目着替えてきました。一応分かりやすく髪もちょっとね。はい。なるほど。はい。今何も書いてありません。本当シンプルね。シンプルですね。うん、ちょっとここにね、首元だけワンポイント、うん、切れてるってことね。リミが言ってたさっき、切れてるよって。これがまたいいんです。うん。次行きましょう。はい、2着目、こちらね、入れてもいいんですけど、中に出しても可愛いですね。次行きますはい、2着目、こちらも一気に夏ですね。涼しそう。涼しい、めちゃくちゃ涼しい。一気に夏。四角感あんましないよね。でもいいんじゃない、すっきりしてて。本当？うん、夏っぽい。ジャンパーしてて、背高めにはい、というわけで以上です。はい、終わりたいと思います。はい、ということでね、今回はこの3着を買ってみて、紹介してみて、着てみたんですけど、どれが一番お気に入りでしたか？選べません。選べません。みんなね、もう気に入りました。みんな気に入った。うん。みんなもう、あそこは可愛いの。イングファーストさんはね。もうみんな可愛すぎて。そっか。でもよかったね、全部気に入ったのね。うん、よかったです。はい、はい、ということでね、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。グミ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 ペア、サンジーだおやつだ、甘いだカミカミ、サンキューだグミグミパリポップ。ねえ、怖いよ、髪あ、取れちゃったじゃん。え、嘘、ほんと、ヘアバンド取れちゃった。あー、オーマイ。あ、また来てなくなっちゃった。